宴会。宴会とは、飲食を共にすることによりお互いのコミュニケーションを深める行為を言う。通常2から3人程度で行うものは、宴会とは言わず、ある程度まとまった人数で行う場合に、宴会と、類義語として、宴、共演、飲み会、パーティーなどがある。宴会は通常、職場、労働組合、政治団体、各種団体などで行われる。 新年会、歓迎会、送別会など名目は様々。取引先企業の接待のために行われる場合もある。若者の同行のグループが行う宴会は、コンパ、飲み会などと呼ばれる。小規模の宴会は、居酒屋などの飲み屋で開かれることが多い。ある程度規模が大きい場合にはホテルが用いられる。企業のヤン旅行などでは宿泊施設の宴会場を利用することが多い。 政治団体などは、両手で宴会を行うことが多い。宴会とパーティーについて、違いを厳密に定義づけることは、不可能である。しかし、座敷で座って行う和風の場合、宴会と呼ぶことが、一般的であろう。また、宴会はブレイコーも許される、ざっくばらんな場であり、パーティーは、礼儀や節度を守って行われるものであるという、傾向がある。コンパニオンを呼ぶこともある。 特に、コンパニオンと遊ぶことを目的とした宴会は、宴会、宴会と呼ばれることがある。コンパニオンと宴会場の手配を一緒に行うという業者もある。宴会を企画する人は、幹事と呼ばれる。設営の場所や、日時の調整、経費の管理だけではなく、場合によっては参加者の選定や、宴会場における、配置、挨拶、プレゼントなどにまで気を配らなければならず、 いわゆる、気の利いた人でなければ務まらない。現在確認されている最古の宴会の事例は、約1万2千年前に遡る。料理は、野牛や亀の肉と思われ、全部で17キロ以上、35人分以上あったと推定される。このような宴会を通じて、地域社会が発展して、農耕中心の生活に移行していったと考えられる。日本では、 平安時代には、貴族の間で、儀式的な共演が行われた。平安期の共演は、儀式的な主演、儀礼職で、平安貴族が大臣に任官した時に開かれる、大臣代表や、正月の正月代表などが存在し、日本の宴会は、酒礼、狂前、主演の三部から構成、後に一堂に酒を振る舞う酒礼は、式参魂と呼ばれ、 三根以下の狂犬技を移して行われ、趣向が振る舞われた。強禅の料理は後に本然料理として成立する。企業社会において宴会は切っても切り離せないものである。多くの企業は社員の福利構成の一環として社員旅行を行っているが、旅行そのものよりも宴会が主目的になっていることも多い。また、新年、新入社員の入社期など、 折につけ宴会を開くことによって、仕事のマンネリ化を防ぐことができると考える人も多い。普段の業務とは違った立場で意見を交換することができるため、業務上では分かり合えなかった部分でも、相互理解が深まり、人間関係が良好になることも多い。これは引いては業務の効率向上につながることもある。しかし、一方では、 業務上では表さないようにしている一面を見ることにより逆に不信感を持って以降の業務に支障が出るということも少なはない。また、宴会は業務時間以外に行われることが多いのでプライベートな時間にまで会社の環境が入り込むことに強い不快感を抱く人も多い。特に最近では若い世代を中心に宴会を敬遠する人が増えている。また、 飲み会でなければ、情報を収集できなかったり、コミュニケーションを取れない会社は、事業活動において、デメリットが多とされる。日本人は、白人など他人種に比較すると、アセトアルデヒドを分解するアルドニの活性が弱いか、欠けているため、アルコールに弱い体質の人の割合が多い。一般には楽しく酒を組み交わし、懇親を深めれば、良いが、 宴会参加への強制や酒の一気飲みや酒の苦手な人に対する飲酒の強制があってはならない。宴会の場の強制行為はパワーハラスメントやアルコールハラスメントなどのハラスメント行為にあたり、企業の場合はコンプライアンス違反にもなる。宴会の通常の出費形態が割り勘である。それは緩やかな定額回避性と会計業務の負担軽減であると理解されていることが多い。 飲食料と費用が比例しないことから、団体への適用を強要するものという意味が含まれている。2016年10月現在の国税庁の規定では、資本金などの規模に応じた計算方法によって、交際費は原則的に損金不参入となる。地域社会においても宴会は多い。多くの場合形式ばったものではなく、また供される主食も通常のおつまみ感覚のもので、 済ませる場合もある。ただ、会社以上に何かの口実がないと参加を断ることは難しい場合もある。会社等の宴会と一番異なるのは、徴用の助が厳しいことであろう。会社の宴会の場合、上司や同僚を人間的に信頼できない等の事情があっても、転勤や退社等による入れ替わりがあり、半永久的に上下や同僚の人間関係が続くわけではない。 そう思えば、一時の辛抱と割り切ることができなくもない。一方、地域社会においては、その隣人、近隣住民としての人間関係を、転勤族でない限り半ば一生引きずるわけであり、たとえ酒癖が悪くとも、相手が年長者、居住歴の長い人であれば、それに腹を立てて人間関係を壊すと、住みづらくなる。 また、飲食店においてではなく、個人の家庭において催されることがあるのも特徴と言える。この場合、主催者の家族に理解があればよいが、そうでない場合、仲間に入らない家族にとってはすいかくに長時間居座られ、また飲食物の補充を催促されると、単なる迷惑行為と言える。宴会では、よく芸達者な者たちが芸を始めたりすることがある。 楽器の演奏やカラオケなどが多い。また、簡単な手品が披露されることもよくある。このような、一般に芸として認められているものを、素人が行う場合、各種芸という。これに対して、宴会でしか通用しないと思われる芸が各地で伝承されていて、それらを宴会芸という。かつては、座布団を指先で回してみせる、座布団回しが、 宴会芸の典型であるとされたが、現在実際に、これを行うものは、少ないと思われる。酒の席のこと、シラフでは恥ずかしいものも多い。芸者や太鼓持ちがいる場合には、いわゆる、お座敷芸が行われる。そうでない場合には、素人による芸が出るわけである。いわゆる野球拳などもこの範疇である。ワイカなども多くは、このようにして伝承された。ただし、 その多くは、カラオケの流行と共に絶滅に向かいつつある。普段課題と言われている業種でよく見られることだが、普段の抑圧の反動なのか、羽目を外しすぎてしまうものが出ることがある。裸踊りをする人がいるが、品位に欠けることはほどほどにすべきである。セクシャルハラスメントなどのないようにしたい。また、宴会芸を強要することもハラスメント行為であると、みなされる。 中国式の宴会は、円卓を囲んで、中華料理を食べながら行うことが基本である。通常、正面奥に、ホスト役もしくは上役が座り、その反対側にはホストに次ぐくらいのものが座り、ホスト側の両脇に客が座る。宴会における酒には、白酒、パイチュウを用いることが基本で、これを小さい酒に入れて、乾杯し、一気に飲み干す。 最近はワインに変える例もある。最初に出席者全員で乾杯するたは、出席者が他の出席者と言葉を交わしながら、個別に乾杯を繰り返す。ホスト側が客に酒を勧めるだけでなく、客側もホストの酒を借りて乾杯を勧める。乾杯が届かない位置にいる時は、中華式の中央テーブルを、酒の底で数回叩くことがある。対面を考えて、 しばしば食べきれないほどの料理が用意される文化があるため、食べ残しなど浪費をしないように政府が呼びかけることもあるが実効性は低い。宴会芸が行われることは稀であるが歌が得意な人が披露をする場合もある。宴会を通じて同席者と面識を深めていく形態は他国と同じである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。